金山神社は愛知県名古屋市厚田区金山城一丁目にある神社。周辺の地名である金山は当社に由来する。狛犬城和年間、厚田神宮の丹屋職であった尾崎義満が自らの屋敷に誕生したのが始まりと伝わる。応援年間、尾崎氏は住まいを現在の厚田区中瀬町に移して元の屋敷跡に社殿を造営した。この付近は 厚田神宮の新域北端にあたることから、高崎積み子神社の抹社となり、神宮のネギにより祭祀が営まれていたという。これらから、当地は、尾張単野発祥の地とされ、周辺には、古くから単野職人が集まり、室町時代後期から、江戸時代初期にかけては、金山燕と呼ばれる燕の一大生産地でもあった。当社では、江戸時代末期から、 金物省による近、金元、畜酒会二つの公が成立して、社殿の造営などが行われた。明治5年8月に損社に、列格、1929年10月には、新鮮兵白領とも新社に指定。前述の二つの公は、金森公と名を改めて続いたが、1956年に、発展的解消、翌年には、項三会が結成された。 現在も金属業界の数形を集める神社として知られる。毎年11月に行われる霊祭は、不意祭りと称しており、かつては刀鍛冶の奉納も行われていた。ありがとうございます。